Dry Hoop Radio. Radio. Okayama Voice Broadcasting.警備はタフな俺たちに任せろ。株式会社 KIG プレゼンツトライフープレディオ、パーソナリティの原田紗友香です。トライフープレディオは岡山のプロバスケットボールチームトライフープ岡山の選手コーチをお招きして、お一人お一人のパーソナルに迫っていく番組です。今回のゲストはゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチの蛭木健二さんです。蛭木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。蛭木さん、今回ちょっと初回ということで、はい、ですね、ちょっといつもとは違うんですけれども、蛭木さんにぜひですね、バスケットとか B リーグのこと、そういったことも教えていただけたらなと思ってます。はい、はい、ちょっと早速なんですけれども、はい、まず B リーグについてなんですけれども、こちらのサッカーの J リーグと同じように、はい、B1、B2、B3 という3つのリーグがあるんですよね。はい、はい、で現在、トライフープ岡山さんが所属されているのが B3 ということで、はいはい、B3 から例えば B2 に上がるためにっていうのはどういう条件が必要になってくるんでしょうか。まあ、分かりやすく言えば、はい、まあ、シンプルに優勝をするっていうところでチャンスが広がるんじゃないかなというふうに思ってます。広がるんじゃないかなっていうところの理由としては、まあ、今コロナっていうところで、あ、はい、まあ、こういうご時世なので、なかなかこの試合の開催自体が難しかったりとか、そのスポーツ興行っていうところで人をなかなかこう集めにくい状況であったりはするんですけれど、まあ、その中でもやっぱりこうなるべく皆さん元通りの生活をしていただこうっていうところで、はい、まあ、保健所であったり行政との、まあ、連絡を、しっかりを取って試合を開催していくっていう流れなんですが、まあ、とはいえ皆さんの健康が第一っていうところで、試合の開催であったりそのリーグのレギュレーション、本来であれば、はい、まあ、シンプルに勝てば B2 に上がります、 B1 に上がりますっていうところなんですが、まあ、今年と昨年、はい、あとは来年もおそらく少しは適用されるんじゃないかなといったところなんですが、まあ、ルールを少し変化させて、はい、その勝率であったりとか、まあ、今年と来年を合わせた勝率で、まあ、昇格っていうようなところで、まあ、細かなルール変更とかあるんですが、基本的には今年優勝すれば B2 に上がるのは間違いないのかなというふうに捉えてます。なんか昨シーズンが結構コロナの影響で中止になったりっていうのが多かったですよね。はい、そうですね、昨年もシーズンの中盤、まあ、終盤に差し掛かるあたりで2月の末ですかね、はいはい、シーズンが、まあ、中断、まあ、はい、中止という、はい、決定がなされてしまって、まあ、非常に残念な決定ではあったんですが、とはいえ先ほども申し上げたように、まあ、岡山並びに全国の皆さんの健康、もしくはその、しっかりと生活を、変化対応させていくっていうことが一番大事ですので、まあ、それは仕方がないかなといったところで、まあ、今は試合をね、岡山では皆さんが予防対策っていうのをしっかりこうしていただいているので、はい、幸運なことに僕らは今岡山でこう試合を開催させていただいてはいるので、まあ、少しずつバスケットであったりこのスポーツ観戦っていうところが、はい、戻ってきている、うん、生活にはなってるのかなというふうに思います。そうですよね、うん、昨シーズンもすごいこう調子が良くて、はい、かなり上位のところでちょうどまあ終了してしまったっていうところもあったと思うんですけど、まあ、最終順位自体はまあ5位ではあったんですけれども、はいはい、その最後行った直近の10試合の中では7勝3敗っていうところで、非常にこうチームが上向きの状態でリーグが中断となってしまった、はい、すごい悔しいですよね。そうなんですよ、まあ、コーチとしても選手、あとはそのスタッフもそうなんですけれども、はい、こうお客さん、ファンの皆さんとかも非常に悔しい思いをしたので、まあ、今年はその悔しさをぶつけてるっていうところで、はいはい、今まあ上位に僕らが入れてる。めちゃくちゃ調子良くないですか。今年はいいですね、はい、ですよね、はい、今2位。今2位です。4月8日に収録させてもらってるんですけれども、はい、現時点で2位ということで、はい、3月の戦績もちょっと私最近チェックさせていただいたんですけど、はい、ほぼ全勝、6戦5勝ということで、はい、すごいいい感じですね。そうですね、まあ、今年はかなりチームを作るのが早かったですし、はい、1月に開幕だったんですけれども、もう本当に夏頃から、まあ、異例といえば異例ですね、はい、大体プロスポーツで言えばオフシーズンがあって契約する選手がまあシーズンの2ヶ月前3ヶ月前にこうちらほら決まっていって合流をしてっていうところなんですが、かなり早い段階でチームを合流して、自分たちが勝ちを取るんだ、優勝するんだっていうところをしっかりと明確にした上で、トレーニングだったりとも本当に厳しいものを選手たちはこう耐え抜いてきた中でのことなので、成績にそれが表れてるんじゃないかなというふうに思います。はい、
なんかあのテレビ番組でも拝見したんですけど、はい、間違いなくこう一番練習している、はい、一番こうハードワークしているチームだというふうにおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、そのあたりもかなりこう自信を持って。そうですね、まあ、あの練習を実際にしているのは選手たちなんで、選手たちがすごいかわいそうだなって時折思ったりはするんですけれども、やっぱりでもその練習をした分彼らも成長してますし、自分たちがこれだけやったっていう自負がやっぱりあって、それが試合の中でのこうパフォーマンスに裏付けされていると思うんで、はい、そこの部分かなりいい傾向が出てるのかなというふうに思います。あのひるきさんといえば もちろんこう CM、 岡山マツダの CM でもですね、はい、あの、はい、岡山の方にかなり認知をされていらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけど、ひるきさんあれですよね、コート上ではめちゃくちゃ熱い男で、はい、もう岡山一熱いんじゃないかなと言っても過言じゃないぐらい退場になっちゃいますね。ありがとうございます、先に言っていただいて。それをちょっと言おうかどうしようか迷ってたんですけど。いや、絶対言ってください、いいですよ。何なんでしょうね。いや、もちろんあの選手と一緒に戦ってるっていう気持ちはあるんですけれども、はいはい、何でしょうね、なんかちょっと試合がヒートアップしてくると、あの岡山出身の偉人の一人である星野仙一さんのこう魂がきっと宿っちゃうんじゃないかななんて勝手に思ってて、星野魂がですね、はい、まあ、星野さんがどれほどの剣幕であの審判の方に食ってかかってるのかっていうのは実際聞いたりしたわけではないのであれなんですけど、ただあの映像で残ってる限りではね、星野さん もうかなりぶつけてらっしゃったと思うんで、はい、やっぱりひるきさんもそのぐらいいくっていうことですね、はい、まあ、星野さんぐらい、あとは成績がついてくればね。なるほど、はい、すごいいい形にまとめていただいてありがとうございます、はい、ちょっとひるきさんの情報にも触れていきたいなと思ったんですけれども、はい、ひるきさんトライフープ岡山に所属ということで、ゼネラルマネージャーおよびヘッドコーチとご紹介させていただいたんですけれども、はい、今年の3月から 3x3 において、はい、スリーストーム広島に移籍が決定したということで、はいはい、5人制ではこちらに残られて、はい、で 3x3 で広島に。そうですね、はい、まずその 3x3 とは何ぞやっていうところで、はいはい、まあ、ピンとこない方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、3人制バスケットボールという競技が、はいはい、別競技がございまして、まあ、サッカーに対してのフットサルのようなイメージを持っていただけると、コートが、通常の半分のサイズで、はいはい、選手も、通常は5対5のところが3対3で、まあ、得点の配分であったりとかファウルの仕方っていうのもちょっと違ったりとかっていうところの競技にはなるんですが、はいはい、トライフープは実はその3人制バスケットボールの方が、発足が先、あ、はい、というところで、まあ、3人制自体はもう、6年前から活動をしていて、この岡山県内 で3人制のプロバスケットチームとして活動をしていて、はい、で昨年から B リーグ、まあ、その本流である5対5のバスケットに、はい、参入をしているっていう流れなんですけど、まあ、トライフープ岡山としては3人制と5人制両方とも、はい、しっかりとこう取り組んでいきたい、うん、で、なんでかっていうと、通常のバスケットボールっていうのは、まあ、秋口から春先まで、まあ、ゴールデンウィークぐらいまでですかね、シーズンが通常は行われるんですが、はい、それ以外のところがオフシーズンだったりするんです。あ、なるほど。で、3人制バスケットボールはそれの逆で、はい、夏の間にシーズンが行われるっていうところで、僕らとしてはやっぱりクラブとして1年を通してバスケットの面白さであったり、はい、このスポーツ観戦の楽しさっていうものを皆さんにやっぱりお伝えをしていきたいので、両方しっかりと取り組んでいけば1年中皆さんをこう楽しませることができるんじゃないかなというところで、3人制バスケットボールも、取り組んでいます。で、初年度から僕は、はい、トライフープ岡山のその3人制バスケットの、チームのプレイヤーとして活動はしていたんですが、まあ、その3人制の方での選手としてプレーする場所が、はい、広島になる、はいはい、といったことでございます。なるほど、はい、結構こう特殊ですね、それはバスケットボール界ならではというか、うん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 、まあ、リーグはそもそも、まあ、別競技なので、はい、シーズンが違って当たり前というのはあるにはあるんですが、うんうんうん、まあ、とはいえバスケットっていうところは一緒なので、うんうん、そこがこうあまりピンとこない方もいらっしゃるんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、この3人制バスケットボールも夏の間岡山のチームは活動してまして、はい、実はこの3人制バスケットボールで行くとトライフープ岡山っていうのは本当にもう全国でも、うん、強豪チームに数えられていて、はい、もう幾度となく優勝をしている、うんうんうん、っていうチーム、全日本の選手も輩出していますしっ
って言ったところで、まあ、お聞きになっているリスナーの皆さんとかも、はい、3人制バスケットボールの方も注目していただければなというふうに思います。おそらくあれですね、今こう説明されてもよくわからないけれども、あ、そういえばイオンの真ん中でバスケットやっとったなみたいな人もいらっしゃるんじゃないかななんて思いますけれども、あのイオンの未来スクエアっていう、1階のちょっと開けた場所があるんですけど、はいはい、そこにコートをドーンと立てて、ね、かっこよかったですよね、はい、あれ、はい、なんであれはかなり迫力があるんで、はい、まあ、ちょっとジップアリーナまで今季は足を運べないかなっていう方でも、まあ、まずはそのバスケットを知ってもらうっていう意味では、はい、例えば夏の間に買い物がてらにちょっとトライフープ、そういえば3人制バスケットボールもやってたな、面白いって言ってたなっていうところで見に来てもらえたら嬉しいですね、うん、やっぱりこう生で見ると迫力が全然違いますよね、本当に。そうですね、まあ、サッカーとか野球と違って本当に距離が、いや、もうそうなんですよ、すぐ目の前で試合が行われてるんで、はい、でバスケットの選手ってやっぱりこう体も大きいじゃないですか、はい、だから余計にこう迫力が迫ってくるものがあるというか。そうですね、まあ、2メートルはザラにいますし、はい、僕も196ですけれども、だいたいチームだと真ん中ぐらいだったりしますもんね、身長。そうなんですね、はい、意外とそんなに大きくないっていう。いや、今日あのスタジオに来ていただいて収録してるんですけど、うちのこの入り口ですね、はいはい、あんなにスレスレで通った方私初めて見たんだってさっき思って改めてこう大きさを実感したんですけれども。そうですね、やっぱり生で試合見ていただくとそのあたりもね、こう胸に迫ってくるものがありますよね。はい、もう若い時からあのどこかに頭をぶつかるっていうのはしょっちゅうでしたか。はい、通ってきた道なのでなるほど、はい、でも英樹さん、こう広島に、まあ、3x3 でこう所属されるということで、こう岡山のファンの方からするとですね、ちょっとこう寂しいというか、うんうんうん、ちょっと離れていくんじゃないのかなみたいな気持ちになる方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そのあたりは英樹さんどういう心境の変化というか。まあ、あの心境の変化というか、今僕はヘッドコーチであったり、はい、ゼネラルマネージャーっていうところでクラブ の, その編成であったり、うんうん、こうチームがどういう方向性でいくかっていうのを、まあ、決める、はい、お仕事役割をさせていただいてはいるんですけれども、はい、まあ、その中であの僕も決して若い選手ではないですし、あのもう36になろうかというところで、うんうん、あのやっぱりクラブっていうのはこう世代交代も必要ですし、特にトライフープに関して言えば、僕は強いトライフープ、はい、みんながかっこいいと思ってもらえるトライフープっていうのを作るのがお仕事っていうこともあって、まあ、その中で今、まあ、コーチをやりだして2年なんですけれども、まあ、2年間そのトップパフォーマンスというか、そのトップレベルでの自分のトレーニングができていないことであったりとか、あとはこう日頃選手たちにやれ、ああしなさい、こうしなさいっていう厳しいことを課している中で、あの、まあ、同じコートに立ってっていうのはちょっとなんか違うかなっていうこともありますし、まあ、僕がいなくてもトライフープは十分強いチームは今年は作れてるっていうのは自負はありますし、もっと皆さんにトライフープのいろんな選手を知ってもらいたいなっていうのもあったので、まあ、総合的に判断した上で、じゃあなんでわざわざプレーするのっていう話なんですけれども、はいはい、そこは僕があのまだ選手としてプレーしたいっていう部分が若干あるので、まあ、せめてその5人制の B リーグの方がオフの間はあの活動をさせてもらおうかなといったところで、はい、でもやっぱりこうコーチとしての視点っていうのと選手としての視点っていうののどちらもこうずっと継続して持てるっていうのは、はい、すごいこう強みなのかなと思ったんですけれども。そうですね、まあ、B リーグでずっと12年ほど12年13年プレーしていた中でのその自分の経験値であったりとか選手としての視点っていうのを選手たちにフィードバックであったりとか、あとは選手たちが今どういうところで苦しんでいる、もしくは、感触を得ているっていうところが分かるのは、理解できるのはやっぱり僕のコーチとしての強みではあるなというふうには思っているので、まあ、そこは大事にしてずっとやっていきたいですね。なるほど、はい、いや、あのライブ配信もですねちょっと拝見したんです、トライホップ岡山さんの YouTube の公式チャンネルですね。ひるきさん、こうやっぱコート上ではすごいこう劇を飛ばしてこう熱く熱くっていう感じなんですけど、その時はこう結構すごい気さくに選手の方とこうお話されてるのが、はい、見ててすごい、あ、こういう可愛らしい一面もお持ちなんだなって思って可愛いって言ってもらっちゃったあ、なんか今広報の方が首を振られてますね可愛くないぞ可愛くないぞ決してと、
そうですね、うん、まあ、あの大体の人がやっぱり僕の、まあ、大きいですし、はいはい、まあ、ヒゲも生えてますし、なかなかこう怖いというイメージを持たれる方が多いんですが、はい、あと、まあ、試合中、その実際の B リーグの試合のところでは、うん、あのかなり気性が荒いつもりはないんですけど、ジェスチャーがかなり大きいので、はい、あ、まあ、そこの部分でおってちょっと身構えちゃう部分はもしかしたらあるのかもしれないなというふうに思いますけど、普段は非常に自分では穏やかな人間だと自負はしておりますそうなんですね、これを機会にちょっとじゃあそれも知っていただきつつでもやっぱりあれですよね、こうそのチームだったりとか試合とかチーム作りに関してぶつかるっていうのは、ひるきさんご自身は絶対必要なことだなっていうふうに前何かのインタビューで多分答えられてたと思うんですけど、はいはい、それによってこう人間関係が悪くなるとかそういうことではなくて、必要な議論はしっかりしていこうよっていうことですかね、うんうん、そうですね、バスケット、まあ、どのスポーツでもそうなんで、まあ、これはビジネスのフィールドでも一緒だと思うんですけれども、はい、やっぱり組織であったり団体っていうのは何か一つの目標があって、それを達成するためにみんな動いてるっていうところで、その中には時間の制約があることが非常に多い。例えば、来年までにこの売り上げを達成したい、はい、バスケットで言えば来週の試合に勝たなければいけない、シーズンで優勝をしたい、いろんな目標がある中で、それに取り組むためには時間っていうのはすごく限られたものであるし、貴重なものであるっていうところでいくと、はい、物事を解決しようと努力をしないっていうのは非常にこうセルフィッシュだなというふうに僕は捉えていて、逆に人とぶつかることを、人に気を使うって、話さなければいけないことを話さないっていうのは非常に、それはもはや現状維持ではなくて、はい、僕はマイナスだとは思うんです。なのでそういった中でこう人とぶつかり合うことは決して悪いことじゃない、うん、で特にバスケットで言えば隣にいるやつが、はい、コートに一緒に立ってるやつしかやっぱり自分を救ってくれない、自分たちでしか解決できない、自分たちで話し合って次のプレーをどうやって止めるか、うんうんうん、次のポゼッションをどうやってスコアするかっていうことを考えるのがバスケットなので、で何があってもやっぱり負けるときは、じゃあ何々選手が今日負けましたっていう風に報道されるのではなくて、トライフープ岡山が負けました、トライフープ岡山っていうチームの名前が必ず来る、勝つときも負けるときもチームだよっていうのは選手には伝えていて、チームとして取り組むのであれば、やっぱりそれはどこまでね議論になってぶつかり合ったところで、まあすごい極論になっちゃいますけれども、それで喧嘩になって、まあ、男の子、元気な男の子たちの集まりですから、はい、極論ね、それで熱くなって殴り合いになったところで、でも目標はブレてないんですよ、勝ち負けっていうところ、うん、負けるときはチームで負ける、勝つときはチームで勝つっていうのがあるので、まあ、そういったところではその隣のやつをもっと信頼しなさいって、信頼する、コミュニケーションを取ったりぶつかったりするっていうのは逆に信頼の表れなんだよっていうのは、よくチームでは話はしてますね。いや、ありがとうございます。なんかそういうスピリッツもすごいいいですね、ひるきさんの。そうですね、はい、まあ、でもなかなかやっぱり日本だとこう、あまり、まあ、なんていうんですかね、非常にこうモラルが高いんで、日本の子たちはこう人とぶつかるのが良くないことであったりとか、はい、なんか嫌な気分にさせたら申し訳ないなっていうところがあったりとか、あとはその上下関係であったりとか、はいはい、でもじゃあそれを、じゃあ何々さんを悪い気持ちにさせるのがどうだとか、今先輩に対して物事を言うのがどうだとかっていうことと、自分たちのゴールを達成すること、勝つこと、優勝することのどちらが大事かといえば、それは必ず後者なんですよ、はい、なんでどちらが大事かっていうところの、この選択、はい、っていうのをしっかりとしていけば、おのずと自分たちがどういうコミュニケーションを取らなければいけないのかっていうのははっきりしてくるんじゃないかなっていうふうには思います。いや、これ本当にこうバスケットの話伺ってたと思うんですけど、完全にこうビジネスというか、みんなこう置かれてる状況に当てはまることを今言っていただいたなと思って。いやいや、もうそんな偉そうなこと言えるあれではないんですけど、いやいや、でもまあ勇気を持ってしっかりこう目標に向かって進んでいくっていうことが大切ですね、うんうん、でもやっぱりまあ信頼関係ですよね。だからビジネスにおいても、相手が同じスタンスでなければ、その議論だったりコミュニケーションっていうのも絶対に成り立たないので、はいはい、そこの努力は結構
うちのチームではしていますね、うん、その年齢であったり国籍であったりとか、うん、そういうバックグラウンドであったりとかそういったところをこう関係なしに自分たちが腹を割って物事を話せる、ぶつかり合ってでも前に突き進む、まあ、兄弟のような関係性っていうのを作っていこうっていうのは常に話はしてます、うん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 、なるほど、いやありがとうございます。Okayama Voice Broadcasting。ちょっとこう最後になったんですけれども、このラジオでですね、選手の皆さんのこうパーソナルに迫るってお話したと思うんですけれども、はい、ちょっと一問一答形式ということで、はい、ひるきさんにもお答えいただいて、まあ、後ほどちょっと気になった答えについてはさらに振り下げていきたいなと。でこちらバスケットにはちょっとあんまり関係なさそうな質問もあるんですけれどもありますね、はいはい、リスナーの皆様に選手お一人お一人の人柄も知っていただくことでさらにこう魅力をお伝えできればなと思っております。はい、はい、じゃあそれでは参ります、はい、まず第1問、はい、好きなバスケット漫画のキャラクターは？なしバスケット漫画にそこまであんまり好きですけど、はいはい、バスケット漫画はそんなに読みますけど、はい、なんかこのキャラクターが好きだっていうのはそんなこうがっつりっていう感じでもないんですね、うん、特にはないですね。了解しました。じゃあ次に行きます、はい、第2問、憧れのバスケット選手は？昔フェニックスサンズにチャールズ・バークレーっていう選手がいて、はい、で彼が身長はそんなに高くないんですけれども、ものすごい屈強な体をしていて、あと気持ちがすごい熱い選手でガンガン喧嘩とかをしてくるんですよ受け継いでますね、まあ、当時の NBA っていうのが結構荒々しいバスケットであったりとか、はい、割とそういうのが許容されている、はいはい、まあ、昔の日本のプロ野球とかもそうじゃないですか。そうですね、確かに今は乱闘とかあんま見ないけれども、ありましたよね。僕らが子供の時はテレビつければ誰かが喧嘩してるみたいなのがあったりとかしてあの、まあ、そういう時代のバスケット選手で、ただこうすごくサイズのハンデがありながら、こう自分のスキルであったり、うん、その情熱の部分でプレーを決めてしまうっていうところがすごく好きな選手だったので、まあ、その選手が好きです。かっこいいですね。はい、かっこいいです。あ、見た目はブサイクなんですけどわかりました。じゃあ次いきます、はい、第3問、はい、自分のプレーの持ち味、アピールポイントは何でしょう？そうですね、まあ、今トライフープではプレーしてないので、まあ、これコーチの観点からいくと、はい、やっぱり選手とコミュニケーションをすごくしっかりとっているというか、あの信頼関係が僕は成り立っていると思ってます。あのやっぱりさっきも言いましたけれども、その勝つのも負けるのもチームとして取り組まなければいけないっていうところで、僕は選手はあの駒ではなくて、やっぱり一緒に手を取り合って前に進む仲間だと思ってますし、はい、彼らも僕を上司とかそういうふうには思ってほしくなくて、役割が違うだけ、はあ、で僕はみんなをまとめてどういうチームの戦術であったりコンセプトを持って進むかっていうのを決める人間、でもそれを表現し試合の勝ち負けを実際に決めるのは選手たちっていうところで役割が違うだけ、ただそういった部分ではあの他のチームよりかは信頼関係が強かったりとか、チームっていうものを尊重している、でひいてはそのチームっていうものを尊重しているからこそ勝利っていうものを貪欲にこう自分たちで、はい、やれ誰が点取るだとか、ね、ボールを触ってない試合に出る出ないとかっていうところをこう自分たちのエゴはさておいて、何よりもやっぱりチームが成果を出すっていうことを優先できるチームを作れてはいると思うので、まあ、そういったところのコミュニケーションの取り方であったりっていうのは自分の強みなのかなというふうに思います。ありがとうございます、はい、じゃあ次いきます。第4問、はい、バスケット選手になっていなかったら何の仕事をしていたと思いますか？僕先生に小さい頃はずっとなりたくて。似合う、はい、似合いますかこのヒゲで適当な感じするな。似合う似合うあの父が大学の先生をしていて、そうなんですね、でずっと、まあ、それを見て育っていたっていうのもありますし、はい、小学校の授業とか僕すごいつまんなくて、学校行かないでずっと親父のその大学の講義とかを教室の一番後ろで見てたりとかしてて、はい、そっちの方が楽しかったんですよなんでなんか多分先生ですかね、先生かタレントかな分かんないけど。へえ、でも確かにタレント、もう今すでにちょっとタレントな感じはしてるんですけど望んではいないですけどおかげでコンビニも行きづらいっていう目立ちますもんね確かに。もう夜中の12時ぐらいに
例えばちょっとああもう今日は缶ビールないとやっていけないと思って缶ビール買いに行ったと思って、もうグダグダのスウェットの格好とかで行ってるのに、あああんたテレビで見たねとかって言われて、ああどうもみたいな、プライベートがなくなっていくそうそうそうですかね。ありがとうございます、はい、じゃあ次いきます。第5問、うん、試合前のルーティーン、ジンクス、そういったものありますか？特にはないですね。選手時代から特にないです、うんうんうん、ただ試合前ものすごい緊張します。あ、今でも？試合前は緊張しておえつがすごいです。あ、そうなんですね。うちのチームとかだとほら候補が笑ってる、めちゃくちゃ候補担当の方が笑ってる。彼はあの以前富山のチームでも同じチームにいたんですけど、はいはい、僕試合前になるとずっとおえおえ言ってるんですよロッカールームで。で試合が、はい、もういざコートに行けば、そのウォーミングアップとかでコートに行けばスッと収まるんですけど、はい、ロッカールームにいるときはずっとおえおえ言ってます。ひるきさんめちゃくちゃ意外です。それはそうです。まあなんか、まあ、緊張ってほらどうしようどうしようだけじゃなくて、はいはい、やっぱ集中力をすごく高いレベルまで持っていこうとするのも一つの緊張なんで、はい、まあ、どちらかというとそっち、あんまりこうネガティブな人間ではないので大丈夫だろうみたいな感じで試合には入っていくんですけれども、うん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 、とはいえ集中はすごくするので、その集中力を極限まで高めるとおえおえなるっていうことですかね。すごいダサいですよ。めっちゃダサいですよ。なんであいつみたいになるんですよ。いや、意外な一面が知れて嬉しいです、はい、じゃあ次いきます。第6問、ちょっとこれあれですね、明日世界がなくなるなら何をしますか？明日試合、あ、試合じゃない、世界がなくなる、もう試合どころの騒ぎじゃないんだな。世界がなくなっちゃう、世界がなくなるならどうしましょうかね。自分の好きなものを食べて、はい、自分の一緒にいたい人間といて過ごしますかね、うん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 、もう普通にひっそりと。私もこれこうちょっと最後の晩餐って思ったんですけど、うんうん、最後に食べるとしたらひるきさん何ですか？やっぱ母ちゃんの手料理ですかね。お、何っては決まってないですけれども、うんうんうん、やっぱ、まあ、母親のご飯ですかね。母親のご飯ですかね、うん、了解です、はい、じゃあ次第7問、はい、ちょっとこれ興味あれなんですね私、はい、女性のどんな仕草に魅力を感じますか？女性のどんな仕草に魅力を感じますか？どんな仕草、仕草はそんなにないですけれども、あ、フェチの話の方が良かったですか？こちらの方がちょっと答えていただきやすかったですかね。いや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 、あの実は見た目とか仕草とか体型とかあんまり気にしてなくて、はいはい、あの会話のテンポが合う人が好きです。あ、そうなんですね、うん、会話がやっぱり一緒にいて、ね、はいはい、何を一番するかって言えば、うん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 、ご飯を食べることでもなくイチャイチャすることでもなく、うんうんうん、多分会話をすることだと思うんで、はい、男性女性って、はい、なんでその会話のキャッチボールが同じテンポだと嬉しいかなと思います、うんうん、まあ、フィーリングが合う人とかよく言いますけど、うんうん、そこはまあひるきさんにとってはやっぱりこう会話のペースだったり、はい、なんかよくこうお話ししてる時に同時に喋り出したりとか、はいはい、ちょっとこれ今どっちの番なのかなみたいな時あったりするじゃないですか。細かい話なんですけど、そういうのが割とこう最初からすんなりいく人とかもやっぱいらっしゃるんですか、ひるきさん？どうなんですかね、まあ、あんまりこう最初からはね、うん、それはね、うん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 、お互い育ってきた環境が違うからっていう山崎雅義さんも言ってましたけどいきなり、はい、だけどね、それは仕方ないけれども、こう一緒にいるのに何回も同じことを言ったりとか説明するのはそんなに好きじゃないなとは思ったり、はい、なんかちょっと今の怖いな、よくないね今の、すげえ悪いイメージついちゃうな。大丈夫大丈夫すげえ女の人がもう近寄ってこなくなっちゃういや、なんかそれよりすごいこう綺麗にまとめたなと思ってたんですけど、はい、仕草の話はやっぱ聞けないんですかね。仕草は何ですかね。あ、でも岡山の人だったら、はい、あのあ、これ何々だよねって言った時に、うんうん、隣からこうちょっと前のめりな感じで、うん、じゃろって言われるとめっちゃ可愛いと思いますけどあ、そうなんですね、はい、じゃろがキーワードなんですね、はい、あの6年ぐらい前の、うちのチームがまだもう本当にできたての時にマネージャーが一人いて、はいはい、あの全然僕の好みの女性とかではなかったんですけれども、はい、結構岡山弁がきつい子で、はいはい、その子がもう断るごとにじゃろとかって言ってきて可愛いと思って、でもお前それタメ口だわと思って
そこいきなりタメ口だわって。いやいや全然いいんですけど。なるほど、はい、いやちょっとこれ岡山女性が今勇気づけられましたよ、はい、いや、はい、岡山弁僕結構可愛いと思ってます。あ、本当ですか。岡山の人はなんかいや岡山弁嫌だとか。いやそうなんですよ、うん、なんかすごい受けが悪いって聞いたことがあって、僕は可愛いと思いますよ。なんなら僕はだって有森裕子さんとお仕事一緒させていただいた時に、はい、有森裕子さん可愛いってずっと思ってましたからね。だいぶ年上なんですけど、先輩なんですけど。よし、じゃあちょっと今日からジャロー行っていきますね、私も。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。すみません、ちょっと最後なんですけれども、はい、第8問、はい、好きなミュージシャンと楽曲は何ですか？僕は何でも聞くんですけれども、はいはい、もともとずっと好きだったのはあのシャーデーっていうイギリス の,、はい、あのまあジャズに分類されるのかな、うん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 、ジャズポップスみたいな感じ、はいはい、そのシャーデーはすごく好きで、もう中学校ぐらいからずっと、もう今でも好きなんですけど、よく聞くんですけれども、が好きです。ありがとうございます。割とゆっくりな方なんですけど、 あとはもう破滅的な失恋ソングとかを失恋ソング。すごい闇にまみれた歌とかも結構歌うんですけど。闇落ちするんですか、それ聞いて。僕ですか、はい、あ、結構好きですね。結構失恋ソングでこう一緒に深みに入っていく感じは好きですね。そうなんですね。落ちるところも落ちて、音楽が終わったらよしスッと頑張ろうみたいな。結構じゃあ切り替えのために使うみたいなところもあるんですかね。そんな考えては聞いてないですけど、結構あの邪悪な歌は好きですね。邪悪な歌ありがとうございます、はい、すいません。じゃあちょっと終盤なんですけれども、はい、まあ、本日4月8日ということで、今現在あのトライフープさんなんと B3 で2位、はい、すごい調子が。いやいや、もう応援してくださる皆様のおかげです。素晴らしい、本当に、うん、本当に。あの早速今週末4月の10日11日ということで、はい、次戦が、はい、すいません、もしよかったらちょっと今シーズン、まあ、終盤にかけてというところで目標を聞かせていただいてもいいですか？はい、まあ、去年がシーズンが途中で中断になってしまって、はい、非常にこう寂しい、残念な思いにはなりましたけれども、今年なんとか、復活、はい、リーグも復活、チームも復活っていうところで、うんうんうん、で今好調にあの2位という位置につけてるのはもう間違いなく、支援してくれてる岡山のファンの皆さん、企業の皆さん、メディアの皆さん、行政の皆さんだと思うんですけれども、やっぱりその皆さんが支えてくれてるところ、皆さんがあっての僕らなんで、なんとか優勝っていう形でそれを皆さんに恩返しができればなというふうには心から思います。でまだまだあの試合を見に来て、行く機会がなかなかないっていう方もいらっしゃると思うんですけれど、まずは騙されたと思って一度来ていただいて、もう本当にあの皆さんに損はさせない自信があるので、ぜひとも試合会場に来て、あの2メートルを超えた男たちが飛んだり走ったりぶつかったりっていうところを体感していただければなというふうには思います。あの試合以外にも、そのバスケット以外の部分でもいろんなこう、あの例えば赤ちゃんのハイハイレースをさせてみたりとか、はいはい、まあ、今ちょっとコロナなんでなかなかそういうのはできないですけれども、あとこうマスコットがあのシュートチャレンジをしてみたりとか、お客さん参加型のイベントとかもいろいろあったりするんで、あの試合会場に来ていただければ楽しんでいただけること間違いなしなのかなというふうに思いますので、ぜひとも応援と観戦の方よろしくお願いいたします。ひるきさん、今日はありがとうございます、はい、あの次回もですね、トライフープ岡山さんのゲストをお招きしてやっていこうと思うので、楽しみにしていてください。トライフープレディオは、警備はタフな俺たちに任せろ、株式会社 KIG の提供でお送りしました。トライフープ目指せ B1 リーグ、パーソナリティは原田紗友香でした。ありがとうございました。ありがとうございました。トライフープレディオ、レディオ Okayama Voice Broadcasting.